えー、です、えー。今日は、えー、ストレスなく生きる方法について話したいというふうに思いますまあ現代社会はですね、まあ、非常にストレスフルな、えー、社会というふうに言われてますよねまあ多くの場合が、えーまあ、ストレスによって、まあ、精神が病んでったりとか、まあ、うつ病とかになる人が多いのかなというふうに思うんですけれどもまあそれってなんか人生をね本当に無駄にしてしまう可能性が高いなというふうに思っています、えー、じゃあなんで、えー、俺たちはまあこうやってストレスが感じながら生きてしまうのかというところを話していきたいなと というふうに思うんですけれどもえ、まあ、とにかくですね、僕ら人間っていうのは、まあ、先のことを考えがちなんですよ。うん。で、多くの不安っていうのはね、先どうなるかわからないとかえ、将来どうなるかわからない、うん。だから今安心したいとか、うん。っていうことばっかりなのね。だから結果が出るか出ないかとかもそうだし、将来自分がどうなるかわからないとか、老後がどうなるかわからない。まあ、ひどい場合だとね、本当に20代の時から老後のことを考えてる人もいたりとかするらしいんだけど、なんかそれってなんか本当に意味あるのかな、なんていうふうに思うわけですよ。 でまあ、今日は、えー、その中でですね、まあ、ストレスなく生きる方法について話したいなというふうに思います。でまあ、ストレスなく生きることがね、えー、本当にいいのかどうかっていうのはわからないけれども、まあ、おそらくですね、ストレスがあって、ストレスまみれで、えー、生きるよりはいいんじゃないかなというふうに思います。うん 確かに、俺自身もですね、やっぱ結構こう自分にこうね、まあ負荷をかけて、ストレスをかけてってですね、どん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 。まあそれで結果を出すみたいなことをやってた時代もありました。出版社時代はですね、本当に毎年100万部っていうね、自分の中で目標を設定して、まあ会社では言われてたわけじゃないんですけどね、その100万部を達成するために、まあ必死こいてですね、仕事してた時代もありました。まあそのためにね、本当に365日24時間、もうなんかストレスのまみれになりながら、 えー、結構やってましたね。で、その結果も出しました。確かにね、うん。確かに結果も出したけれども、じゃあそれが幸せだったかとか、まあそういうことに関してはですね、まあ疑問は残りますで。確かに金もある程度稼ぎました。えー、普通の人よりね、えー。でもそれもじゃあ良かったのかっていうと、それも疑問に残ります。うん、じゃあ、えー、今ね、えー、振り返ってみて、まあ10年前、20年前の自分っていうものに対してですね、何を伝えたいかっていうと、やっぱりこうストレスなく生きていくだけでも、意外と人生うまくいくんじゃないかなっていう話をしたいなというふうに思います。 えー、これはどういうことかっていうと、やはりこう目標をね設定して目標に向かってガンガンやるみたいなのもね、ありなんだけど、それって結局ストレスなんだよね。うん、それが最終的にストレスになると。で、そうやんなければ人生っていうのはうまくいかないっていうふうにどっかで、えー、まあ、洗脳されてたっていうか思い込んでた、えー、自分もいるわけだよ。うん、とにかく数字を追う、えー、結果を出す、うん、それをやり続けることによって、まあ自分の人生が切り開かれていく。 まあ確かにそういう面もあったけど、じゃあ、えー、幸せだったかとかね、幸福感っていうものを感じれたかどうかっていうのは、えー、結構疑問だし、じゃあ逆にそういうストレスを、えーね、かける、えー、必要があったのかどうかっていうのも結構疑問になってきた。まあ、最近ね、よく、えー、いろんな本を読む中で、やっぱり、えー、幸福感の中でやった方が意外といい結果が出るみたいな話があるわけね。まあ、幸福って言葉は僕は基本的に嫌いなんだけど、その幸福感っていうのはなんとなくわかるわけ。 幸福っていうのはもちろん人によってね、えー、あの、定義が違うから、まあ俺は曖昧だなと思うんで、幸福感っていうのはなんとなくいい感じみたいな部分っていうのはね、えー、みんな共通するんじゃないのかなというふうに思うんですね。じゃあどうやったら幸福感を得ながら成功するのかみたいな話をしていきたいなというふうに思うんだけれども、えー、まずね、えー、今言った通り、まあ先のことはあんま考えないほうがいいよってことです。うん。先のことを考えないほうがいいよっていうのはどういうことかっていうと、 あの、まあ、極端なこと言うとね、明日のことすらどうでもいいんじゃねえのみたいな話ですよ。本当に。あの、まあ、1年後なんて本当にどうでもいいし、明日のことだってどうでもいいし、まあ、10年後なんて本当どうでもいいし、5年後、10年後どうでもいいし、老後だってどうでもいいよということです。で、なんでかっていうと、ね、あんまり考えてもメリットないんですよね。うん。メリットないというか、その、結果的にその通りになることってほぼないし、えー、今ってもう本当に予測不可能。 もうインターネットがある前、ね、インターネットができる前とか、えー、普及する前だったら、なんかある程度ね、世の中っていうのは緩いペースで進んでたと思うし、だたいね、えー、同じようなことやれば同じような結果が出るみたいな世界だったと思うんだけど、もうもはやね、もうそういう時代じゃなくなっちゃったよね、というのが、まあ、えー、よく言われることだよね。うん、だからそういった意味で、まあ、えー、まず先のことを考えない。で、まあ、とはいえね、あの、まあ、本当は考えない方がいいんだよ、明日のことそらね。 うん、だって、えーまあ、動物とかってそんなに明日のこととか考えてないと思うんだよね。で本来、まあ、俺たち人間も動物なわけだからなんかそういった形で生きるっていうのはいいんだろうけどもえでもまあそういうわけにはいかない部分もあるよ確かにじゃあ、えー、具体的にどうすればいいかっていうと俺はまあ1ヶ月以内1ヶ月のことこの先1ヶ月のことを考えるというぐらいがちょうどいいんじゃないかなというふうに思うわけ、うん、だから今今月中に今月末になったらね あの、月末になったら来月、何やろうかな、というふうに考える、というふうに、まあ、そういうペースぐらいでいいんじゃないかな、というふうに思うわけね。まあ、俺とかはまあ会社を経営している中でそれでいいのかな、なんて思いつつも、でも、やっぱりある程度ね、短いスパンで物事を考えていった方が、まあ、ストレスなくなるんじゃないかな。その場その場でね、あの、最善というか、全力を尽くせんじゃないかな、っていうのがまず一個。 で、二つ目。二つ目がですね、まあ他人のことはあんま考えない方がいいと。だから、先のことも考えないし、他人のことも考えない。これは共通していることは何かっていうと、考えてもしょうがないってことなんだよ。ね、さっきも言った通り、先のことなんて考えたってその通りになるかわからない。で、他人のこと考えたって他人のことなんか永遠にわからない。ね。だから、他人のことなんて考えない。っていうことが超重要なのね。うん。で、これは他人のことを考えすぎてみんなストレスになったりとか、 ねあの生きづらくなったりとかしてるわけでしょよく他人の目を気にしながら生きてる人がいるけど、他人にどう思われてるかどうかとか、そんなものはあの考えたってしょうがないわけだ。簡単に言うとね、もう考えてもしょうがないというか、もう分からないんだから。うん、だから、まあ、先のことを考えない、他人のことを考えない、この2つで共通してることは何かっていうと、分からないものについて、あんまりいやいや頭を使わない方がいいよとい。 分からないというかね、コントロールできないものだよ。自分でコントロールできないものに、あんまり時間とかね、頭を使わない方がいいよということです。で、最後に3つ目なんだけど、やっぱ結局ね、今目の前の人にとか、今目の前のことに集中するだけなんだよってことです、結局。で、今目の前でやれることしかできないんだよ、俺たちは。で、そこしかコントロールできないわけ、やるかやらないかも含めてね。そう考えたら、今目の前に、 で、やるなきゃいけないこと。まあ、俺だったら今 YouTube に撮ること。YouTube 撮ること。これだけこれを集中すると。ね。で、じゃあ、誰かと会ってるとき。まあ、誰かと会ってるときだったら、その人しかこの世にいないぐらいに思えばいいわけ。わかるだから、そのリアルに会ってる、現実にリアルに会ってる人、ね、その人にだけ集中してればいいということです。だからその人に関心を持ち、ね、その人の話を聞き、ね、その人と一緒にいることを楽しむと。 いうのをまあ徹底的にやるってことです。で、その時でその時会ってない人のことは全く考えなくていいんじゃないかなというふうに思うわけですね。はい、ということでですね。まあ、今日はストレスなく生きるまあ、そう。今みたいな生き方、結局目の前のことに集中して生きていけば、あんまりストレスはかかっていかないわけですよ。うん。結局俺たちがストレスがかかるっていうのは何かっていうと、なんだかわからないものに、頭で時間を捉えることなんです。不確実なものコントロールできないもの。そういうものを気にかけちゃいけないんです。 とということでですね、そういうものがストレスの原因になるわけだから、まあ、そういうことを考えないそういう情報を、ね、手に入れないというか情報をに触れないように生きるっていうのもいいんじゃないかなというふうに思います、えー、ということでですね引き続き、えー、LINE の方に登録してくれたらプレゼントを差し上げてますのでぜひ LINE の方に登録してください、えー、今日はありがとうございました